はい、ブレイブリーデフォルト・フォー・ザ・シークエル実況プレイのパート8中、隠しダンジョン封印の次元回廊を進んでいきます。まあ主にアイテム回収ですね、この奥にいるボスとは戦うつもりはありません。そうなってくるとね、レベル99まで上げなきゃいけなくなっちゃうからね。なんだっけ、眠り？沈黙か。他のメンバー沈黙してても全然問題ないけど、この二人はまずい。踏んでもうた。ちょっと様子見した瞬間に。聞かねえ。ちょっとこれどないせっちゅうのよ。なんかあったっけ。これだ。よし。あれ？どれだったっけ？ホークアイ。均等にダメージ与えるのって難しいね。源氏の鎧ってこれ多分大したことないけど、そうそう体防具使わねえんだよな。大地の衣とか光のローブがエクスカリバーとかアースブレイカーの攻撃力上げてくれるから。もう強っあ、全然攻撃力違う。ガーディアン勝てえ。いや、マジで勝てえ。なんだこいつ。よし、した。でも経験値しょぼい。そういうの嫌いだよ。苦労して勝っても旨味ないの大嫌いだよ。またか、こっち。うわ、集中攻撃しても勝てないって。源氏の小手。
ランタンなぁ。三高とかにしたらダメージ通るかな。あ、ミキだ。オッケーオッケーオッケー。硬えな、本当に。リンガーベルにも光のローブつけたらホーリー能力上がるんじゃない？次のフロアか。上昇力よくわかんない。さすがに金は貯まるな。なんか違うでかいのが出てきた。エレキランタンってちょっと、あ、でもあのゴールも弱いわ。あ、ガーディアンよりもいいね、楽で。結局、あの、稼ぎそんな、大したことなかったけど。この辺ならいいよ。天の村雲。デザインだけ気になる。ロンギヌスデザインすげえシンプル。ヤタガラス。まっすぐな刀。龍剣の魔物に特攻があるだって。あれ意外とウロボロスに効くんじゃね。お、あいつ種族性に弱い。じゃあ次のフロア第8階層。ここは完全に火だね。ってことは弱点氷っていうことで、ここケンケンパつけた方がいいかな。え、コンジャラ普通に出てくるの。これなんか召喚打ってくるのかな。あ、リンガーベルの運転がやばい。氷使いすぎた。
よかった、よしよし、しまった。行けた。席中止で。鍵盤の上で楽に進める。なんかでかいの2体来たよ。いや行っちゃえ。弱い。でもお金いいな。金の髪飾り。MP 消費を節約する髪飾り。いいね。の敵は結構サクサクだけど、なんだろう、ここでレベル上げするってなると結構骨かもしれないな。やっぱりなんだろう、外でなんか鼻系のモンスター群れてくるやつ全体攻撃でほふった方が早いのかな。お回り込まなきゃダメなやつ。攻撃力下げられても強い。
カイザーナックル。うわ、でかいの来たな。これ地属性吸収しそうだな。あ、やっぱりか。めっちゃ回復するんじゃねえか。よし、よく取り返した。9階にやってまいりました。なんでここに空敵手段が。わあ、生意気にも相手一人で生き残れなかった。もう聞けばいらない。残り4個で表示される。いいね。カオスブレイド。お、こいつはジョブポイント稼ぎに一番いいやつ。待てー。いや、硬い。逃げられちゃった。あれ使えないかな。まだ射程範囲に入んねえか。ダメか。
真相ぐんぐにる。経験値でけえな。1万超えてきたよ。あ、経験値でやらお金か。いや、でもこれだったらなんだろう、人数分の素の状態のアイテム結構早めに手に入るかもね。とはいえさすがにエンディングまでに全員するのは無理か。ブレイブスーツ増えた。はい、最終回想。ガード何人なんてやつだ。しかも金落とさないし、あいつ。俺が今欲しいのはお金だよ。
全体化になってない。うん、ここでは光のロボが良さそうだな。なんだかんだ30万となった。冥王の爪。内側に何かあったかな。村正とか確か手に入ると思うんだけど、別に村正今な一気にだよな。いやこれ攻撃力高いぞ。痛いね、痛い。デュランダル来た。おお、剣の中では最強の剣になるんですけどね、まあ、光戸のローブとの組み合わせがあるので多分光戸って無効とか急所とかじゃなければエクスカリバーの方が強いはず。あ、どっち出た。ほい、じゃあまあこの奥の階層に、裏ボスがいるんですが、まあとりあえず今回はここで脱出したいけど、ここ出られないんだ。パッと。なるほどね。よし、じゃあもうほんま、出ちゃいましょうか。でもこの奥の階層でパッと出れるような選択肢とかあったりするかな。こんな甘くない。ん？てか道なくない？あれ？ああ、そういうことか。こういうことなのね。いや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 。まあ、こいつらが、まあ、裏ボスなんですけど、まあ、倒すのちょっと大変なんで、これやめてきます。はい。とりあえず一回出たいな。テレポストーンが使えないとは。全階層ダメなんだろうか。ダメか。自力で出るしかないな。
やっと戻ってこれた。取れた1階層まで戻ってまいりました。テレポの効果も無効されてるって書いてた。んで、ぶつかればこんないらない、ルーンブレードもいらない、ルーンもいらないね、もういいや。あればいい。日本ともいらない、いらない、いらない、いらない。あれ、キノコ行くんじゃねえか。これで、よし、変えた、変えた、大満足。はい、全員をね、すっぴんの服にすることができました。ははよかった。
い、というわけでね。プリンテ、まあちょっといくつかイベントを残してはいるんですけれども、ほぼほぼ全ての探索が完了ということで、次回いよいよラストダンジョンの攻略に向かいたいと思います。はい、ではブリーブリーデフォルトフォートシークエル実況プレイのパート80はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただけるとありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれなー。